はい、皆様アニョッス。本日から新シリーズ始動です。たけし、トムに引き続き、今回の主人公は冴えないお笑い芸人、こちらの岡田くんです。彼が伝説のテレビショッピングマンになるのを見ていきましょう。お笑いの舞台を追い戻ってきた岡田。ごめん、まだ若手ですね。あらら、笑い取れなかったみたい。遠くには地震、ネタがつまらないんだなきっと。そんな時、ある広告が彼の目に飛び込んできました。テレビショッピングの販売員、お笑いの若手なんてテレビに映れるのはほんのわずか。もしこれに出て有名になれば、知名度も一気にアップ。でも、誰でも出れるわけじゃないでしょうから、まずは厳しいオーディションからかな。とりあえず、テレビ局に行ってみることに。こいつ、下心満載やないか。さあ岡田、そのトーク力でオーディションに受かるのよ。一目で合格って。皆様、これはゲームなので超絶都合が良いですが、現実はそんな甘くないぜ。まあ何はともあれ、番組プロデューサーに気に入られたみたい。ここに来てわずか数十秒、まさかの、いきなりぶっつけ本番。ある意味すごいプロデューサーね。ということで、打ち合わせゼロ。さすがに岡田もおじけづいているか。いや、なんとかなるんかい。メンタルオリハルコン。お、一応ちょっとした説明があるようです。このなんとかショッピング、台本なしのアドリブ勝負。ふむふむ、流れはこんな感じか。まあ商品を売りまくればいいんだな。商品とゲストは決まってるようね。今日は何を売るんでしょうか。ミラクルソイサプリ、大豆のサプリメントだな。そしてゲストはまさかの、生き物じゃないという。完全に視聴者舐めてるだろ。では、岡田のテレビショッピングデビュー、見守りましょう。始まった始まった。この方ですって。これは無言だよね。会話できません。さらっとゲストは流したぞ。お、ここがアドリブか。腕の見せ所ね。さあ岡田、商品をどうアピールする。医療用として開発されたを選んだようです。まあ医療用って言われると安心感は出るな。そして次に選んだフレーズは、医療用でオーガニック。お、なんか結構良い響きなんじゃないか。客の反応はどうだ。エクセレント、いただきました。かなりの好感触のようです。岡田、なかなかやるじゃないか。さあ、ここで客の興味をぐっと掴んだとこで、テレビショッピングではおなじみ、実演販売でさらにアピールね。まあ君は当然無言だよね。でも包丁とかなら切れ味とか見せればいいけど。サプリメント、飲んですぐ効果が目に見えるわけでもないし。どうするつもりかしら。ここは飲んでもしょうがないからな。これで決まりだ。まあ、マクだと。岡田、サプリを鳩に巻き始めました。今鳩死んだよね。どこが驚くほど安心だこら。これにはお客さんもドン引き。でしょうね。鳩が即死するサプリ、絶対飲みたくない。あ、これもよくあるやつ。必ずベタ褒めの購入者の感想。お、誰の感想か選べるみたいね。やはり、サプリだから女性の方が良い気もするけど。岡田、誰を選ぶ ?30 代女性か、悪くないんじゃないでしょうか。みゆきさん、欲しくなるような感想頼んだぜ。ふむ、旦那さんが買ってきてくれたと。鳩即死のサプリを妻に。う、のろけ話は世間受けが良くないぞ。のろけじゃないって自分で言ってる時点でアウト。反応はどうだ?ずっと、悪くはなかったみたい。でも視聴率はまだ低いですな。ここでテレビショッピングの最後で必ず見る光景。今ならなんと、ってやつな。サプリのおまけだからピルケースが妥当ですね。間違っても謎のキノコだけはやめろよ。お、ちゃんとピルケースを選んだようです。あとはお値段、これが一番大事。購入電話殺到なるか?お、結構一気に視聴率アップ。
サプリとピルケースのセットがなんと、たったの500円、ワンコイン。てかマジで次回はゲスト生き物にしろよな。500円で分割って。逆にめんどくさすぎな。はい、ということで急遽始まったお方のテレビショッピング。ちょっとミスはあったけど。他の即死はちょっとのミスじゃ済まないだろ。無事、終了しそうです。あとは売り上げがどれぐらいまで伸びたか。問題はそこですな。電話鳴ってる鳴ってる。苦情じゃないことを祈ろう。視聴率が 26%。 鳩のとこで一気に落ちたな。売れた数も26。どうやら視聴率イコール販売数のようです。まあ初めてにしてはまずまずの結果か。売り上げ伸ばして成長していくとゲストなども豪華になっていくようなので、引き続き岡田くんを見守っていきたいと思います。では本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。